こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご覧にならない方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、東急田園都市線の、桜新町駅です。桜新町駅より徒歩10分です。今回は、新築のデザイナーズ物件です。いくつか部屋があるのですが、今日は2部屋ルームツアーいたします。22平米のワンルームと、36平米のワンルームプラスロフトの2部屋です。3月末に完成したばかりの、出来立ての新築物件です。あ、物件に到着しました。これです。建物の形は、変わっているように見えますが、四角い建物を左斜め上から、真ん中に斜めにカットを入れたような感じです。玄関が並んでいて、どこに入ろうか迷ってしまいます。まずは、こちらの部屋です。鍵は、電子錠ですので、暗証番号方式です。鍵をなくす心配がないのはいいですね。では、入ってみましょう。おお、玄関土間が広いです。土間は、コンクリート仕上げです。これだけ広ければ、自転車が止められますね。自転車置き場がないので、これはありがたいです。棚は、靴のほか、収納棚としても利用できるので、幅広い用途に使えます。玄関扉は、ガラスですが、ロールスクリーンがついているので、下ろせば隠すことができます。ワンルームなので、こちらがメインのスペースです。狭くはないのですが、広い玄関土間を見た後だと、なぜだか狭く感じてしまいます。1階で建物に囲まれているので、日当たりはあまり良くないです。キッチンは、ワンルームですが、2口コンロあるし、一人暮らし用の料理なら、問題なくできそうです。釣り戸棚はなく、家具のみの収納です。少し物足りないですね。キッチン隣は、冷蔵庫置き場ですが、その上にエアコンがございます。少し変わった位置にありますね。冷蔵庫置き場の反対側には、収納がございます。家具は可動棚式で、上部にハンガーパイプがあり、その上に棚があるので、有効的に使えそうな収納です。上部に洗濯物を干せるバーがございます。隣の建物とは距離が近いですね。これなので日当たりは悪いわけです。
こちらは、水回りです。洗面、トイレ、浴室です。トイレは、皆様があまり好きではないアメセパです。そしてトイレ隣に洗濯機置き場です。これも評判があまり良くありません。洗濯機置き場の上部に棚があるのは嬉しいです。洗剤などを置けますね。洗面は、すごくシンプルなデザインです。鏡裏が収納ですので、歯ブラシなどの小物を置けます。浴室乾燥機付きです。浴室は、正直言って狭いですが、この面積で浴室が別になっていて、湯船に浸かれるのはいいですね。それでは、次の部屋に行きます。こちらの階段を上ります。今日も大腿四頭筋が鍛えられます。こちらの部屋です。では、入ってみましょう。こちらの玄関は普通サイズです。玄関に収納があります。三角形で使いにくそうですが、シューズボックスとして利用可能です。玄関に大きな窓があるので、明るく換気もできます。ここから皆様の玄関を見下ろします。こちらのスペースに、靴などを置くラックを置けそうですね。それでは、さらに上に行きます。階段の踊り場がございます。ここに大きい窓があるのですが、コンセントがあるので、何か電化製品を設置できるのもいいですね。こちらは、メインのスペースです。広さはわかりませんが、先ほどの部屋と比べると、すごく広く感じます。いや、実際にかなり広いです。また3階なので日当たりが格段に良くなりました。明るくて気持ちがいいですね。こちらは南側の窓です。前の建物より、やや目線が高くなるので、あまり気になりません。こちらは、西側の窓です。こちらは収納です。
ハンガーパイプがあるので、洋服がかけられます。奥行きがあるので、収納力はありますね。キッチンは、一部屋目と比べると若干広いですね。調理スペースが少し広くなりました。今度は、家具収納の他に、釣り戸棚もあるので、調理器具や食器類も収納できそうです。こちらは、冷蔵庫置き場です。独立していていいですね。水回りです。洗面、トイレ、浴室です。洗面は、一部屋目と同じ仕様です。洗面の隣は洗濯機置き場です。やはり上に棚があります。トイレです。今度はアメセパではなく、個別です。これはポイント高いです。タンクレスの温水洗浄機能付き便座です。浴室です。今度は、洗い場がかなり広いです。これはゆとりがありますね。鏡も大きく、広く感じます。やはり浴室乾燥機付きです。次は、ロフトへ上がってみます。おお、めちゃくちゃ広いです。なんと約6畳の広さです。天井が斜めに切り下がっているので、やや圧迫感はありますが、十分寝室として利用できますね。エアコンが効くかは怪しいですが。ここの隙間は狭いので、ここから下へ落下する危険はないと思います。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、苦節淀を発表します。今回の、苦節淀は、です。一部屋目は広い玄関土間、二部屋目は、ワンルームなのに三層構造で変わっていたので、2、としました。今回の物件、新築なので建物綺麗で、ワンルームなのに水回りが充実していて、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。